矢倉勝雄君のですすよろししくお願いしますあの質問に入る前に、えー、先ほどあの小野田委員からご質問いただきましたヘイトスピーチ解消法、私あの、発議者でもあり、答弁もさせていただいているので、その立場から申し上げますと、あの同法は2条の定義、反対解釈して、書かれてないものに対しての行為が許されるというようなものでは断じてないということは、まず申し上げたいというふうに思います。 その上であの質問入らせていただきますあの。再犯防止についてまずお伺いします。えあの再犯防止議員立法である再犯防止推進法。 こちら、私自身も関わらせていただきました、あの山下元大臣などとも、私もあの党の PT の事務局長をしておりましたので、与野党調整などもしたところであります。まあ、それに基づいて、平成29年12月に、えー、再犯防止推進計画、初めて取りまとめられました。えー、その中で、特に注目すべきなのは、まあ、7つの項目のうちの1つとして、司法公共団体との連携強化が挙げられていることであります。ね、犯罪をした人が 地域社会に戻った後も立ち直れる、このきっかけを作るためには、やはり自治体による継続的なサービスが必要であると。で、私もあの議論をする過程で、党の方でもお会いした東久留米市長の野崎さん、えー、保護士も、元市長の野崎さん、もうあもう保護士もされてた方なんですが、えー、多摩地区で、 保護観察協会というのを組織して、人口1人7円のお金を募って、保護司会の財政基盤を支えていた、こういう素晴らしい自治体の取り組みも聞いたところであります。まあ、こういう自治体の動きをしっかり推進していく、この地方公共団体による再犯防止の取り組みを推進していくということが大事であると考えますが、まずは法務省の具体的な取り組みをお伺いいたします西山政策立案総括審議官。 まず、国と地方公共団体の連携の土台となる体制の整備が重要でありまして、法務省におきましては、昨年度から再犯防止に取り組む市町村の首長等を集めた市町村再犯防止等推進会議を開催して、国および市町村間で再犯防止に係るネットワークの構築を進めているところでございます。 また、本年8月には地方公共団体が地方再犯防止推進計画を策定する際の参考となるよう関係省庁の協力も得て地方再犯防止推進計画策定の手引きを作成し全国に周知するなどしております。 さらに法務省におきましては国と地方公共団体の共同による地域における効果的な再犯防止対策の在り方について調査するため昨年度から地域再犯防止推進モデル事業これを実施しておりまして昨年度は事業期間を3年間として合計30の地方公共団体に また、本年度は事業期間を2年間といたしまして、合計7の地方公共団体にそれぞれ委託し、現在、委託先団体において、高齢者や障害者のあるものに対する支援や就労支援など、地域の実情に応じた取り組みが実施されているところであります。その上で法務省としては、モデル事業を通じて得られた知見や効果的な取り組みについて、今後、全国の地方公共団体に共有することとしております。 今後も法務省としてはこのような取り組みを通じ、地方公共団体が国と連携して、効果的な再犯防止施策を実施できるよう引き続き、しっかり取り組んでまいりたいと考えておりますや倉らか君。ありがとうございますあの。再犯防止推進法はやはり4条、地方自治体の責務も規定したことも一つ大きな肝であるというふうに思っております。えーあのー、自治体ごとのやはり取り扱いも、均一化されていないというところも、議論の中で問題がありました。まあ、そういうい中にあって今 地域再犯防止推進モデル事業を挙げていただきました。これ非常に重要な取り組み、地方公共団体による効果的な取り組みを普及推進する上では極めて重要な取り組みであるというふうに思っております。あの大臣にお伺いしたいと思うんですが、まあ、このモデル事業、しかしながら、 令和2年度をもってて終了すするる予定であると聞いております、まあ、モデル事業という形ではないにいたしましても、地方公共団体が今後、再犯防止の取り組みを推進するために、この取り組みを行う地方公共団体に対しまして、国としても継続的に財政的な支援をする、まあ、このようなことも必要性があるというふうに思いますが、大臣のお考えをお伺いいたします森法務大臣、薬、えー、倉委員にお答えをいたします。 犯罪をした者等の立ち直りのためには、地域社会に戻ったときに、必要な支援を継続して受けられるようにするということ、委員のご指摘のとおりであると思います、えー。住民に身近な各種サービスを提供している地方公共団体だからこそ、その役割は極めて重要であると考えております。 こうしたことも踏まえ、再犯防止推進法では、国のみならず地方公共団体も、再生防止施策の実施主体として位置づけしておりまして、再犯防止推進計画においても、地方公共団体との連携強化の取り組みを重点課題の 一つとしてて掲げております法務省においては、先ほど事務方が答弁したとおり、平成30年度からモデル事業を実施しておりまして、委託先の地方公共団体に対しては委託費を措置しているところでございます。最もっとも委員ご指摘のとおり、このモデル事業については、令和2年度をもって終了予定でございます。モデル事業終了後の国による支援のあり方については、 委員の今ほどのご指摘も踏まえて、モデル事業の成果や、地方公共団体からの要望等を踏まえつつ、関係省庁とともにしっかりと検討してまいりたいと思います矢倉勝夫君あの。関係省庁と検討をされるというお言葉もいただきました。あの推進法の方ののの方方条にも政府の、まあ、責務としましまて 法律の目的を達するために、財政上、または税制上の措置、またはその他をこうしなければならないと書いてあります。この趣旨にのっとって、ぜひ引き続きよろしくお願いを申し上げます。それではの次の質問に入らせていただきます。あの被害者支援制度についてであります、ちょっと話題を変えまして、こちらについて、特にあの犯罪被害給付制度、ございます。今日はあの警察庁にも来てていいいただいているわけでありますが まあこちらのご案内の中で、えー、犯罪被害者と加害者との関係、金銭関係や男女間のトラブル、その他の事情から見て、給付金を支給することが社会常識に照らし適切でないと認められるときは、適用しないという規定がございました。で私あの 先日、ある娘さんが、まあ、あの元交際相手に殺されたお母様からお手紙をいただきまして、今日このコピーも持ってきてるんですが、私の方であのお電話をして、いろいろお話もお伺いもしたところであります、まあ、本当に悔しいと、どうしてあんな素晴らしい娘がというような、泣くながらのお声とともに、えー、おっしゃっていただいたのが、この犯罪、えーまあ、被害者支援制度であります、先ほどの条項から考えて、 まあ一律とまでは申し上げませんけど男女間の関係ということで、除外をされてしまうということでありました、まあ、しかし、娘さんはしつこく付きまとわれた後でえ殺されてしまったと、それがなんで他の人と区別をされなければいけないのか、娘の人生はそういうものだったんですかというようなお声でありました。あのー、今申しし上げましたが 当社の恋愛関係にあったとしても、その後の男女関係の感情のもつれから、相手方がいわゆるストーカー行為、今、ストーカー規制法も強化をする方向にも来ておりますが、こういうストーカー行為に走ったり、あるいは一方的に被害者となりうることもあるわけでありますので、この男女関係のトラブルということで、除外をするということ、どこに根拠があるのか、それは正しいのかというふうに思っております、このあたりについて、警察庁の見解を求めたいというふうに思います。山田審議官 お答え申し上げます犯罪被害者等給付金につきましては、都道府県公安委員会が申請に基づき、犯罪被害者と加害者と関係や、犯罪被害者の帰跡自由の有無などを調査いたしまして、その支給の可否および額を裁定しております。犯罪被害者等給付金の全部、または一部が支給されないことがあり得るところでございます。原則といたしまして、犯罪被害者と加害者との間に事実婚を含めまして婚姻関係があったときは、 犯罪被害者等給付金は支給されませんが、加害者に対して、配偶者からの防止暴力の防止および被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が発せられていたなど、婚姻関係が破綻していたと認められる事情がある場合には、犯罪被害者等給付金は支給されることとなります。ままたた原則ととといたしまして犯罪被害者と加害者者加の間に 交際関係などの密接な関係があったときには、犯罪被害者等給付金の一部が減額されることとなりますが、犯行が加害者の一方的な自由によるものであるなど、減額されることが社会通念上適切でないと認められる特段の事情がある場合には、全額が支給されることとなります。いずれにいたしましても、都道府県公安委員会におきまして、個別の事案に応じ、犯罪被害者と加害者との関係や、犯罪被害者の帰跡自由の有無などを含め、 所要の事項を調査し、適切に裁定することとしているところでございます。 八倉勝男君、はい、あの個別の事案によるということでありましたが、要するにそういう運用自体もやはり現場には徹底されてないと、先ほどの案内だけを見ると、一律に除外されるかのような記載にもなっておりますし、そういうふうになっている事情もございます、あそこはしっかりと現場をやはり調査をいただいて、えー、お一人お一人の思いにしっかり寄り添うような、私自身は男女関係の問題だからということで、えー、除外されるということ、そもそもはやはり理由はないというふうに思っております。まあ、その上であのこれはまた引き続き続しっかりとあの まあ、協議もしていきたいというふうに思いますが、適切な運用を含め、えー、一人一人の保護のために全力で当たっていただきたいことをお願いを申し上げたいというふうに思います。あの時間もありますので、ちょっとありませんので、次の質問に、えー、移らせていただきたいというふうに思いますあの。先日できなかった児童虐待の関係の話、質問であります。えー、あの今月はあの児童虐待防止推進月間であります。えーまあ、このに関係しましまて 平成27年に調査をしたある調査によりますと、こういうふうに出ておりました。まあ、少年院に在院する人の6割から7割が虐待を受けた経験があると、まあ、特にあの年齢層によるんですが、女性のある一定の年齢層は、8割ぐらいが虐待を受けているというふうに言っていたということであります。でこのの人数数数というの母数はあの調査に同同意意ををししたた親も含めて同意をした数 を母数にしてやったものですから、まあ同意をしてない方の数は入ってない。だから実際虐待を受けている人はもっと多いかもしれないということであります。あのー、虐待というものはその人の人生ずっとそのこと人生のあり方についてもいろいろと深い傷を残していく大変罪深いものだということの一つのデータで調査というふうに思います。まあ法務省としてお尋ねしたいのはやはりその傷を癒すために。 何ができるとお考えになっているのかまずはお尋ねをしたいというふうに思います名取共生局長少年における取り組みについてお答えいたします少年院入院後一定期間を経過して職員との信頼関係がある程度築かれた時点で非虐待経験を申し出る在院者もいるところでございます委員御指摘の平成27年に実施された外部研究者による調査に の結果についてはあの、今、委員からその状況をあのご指摘いただいたとおりでございますけれども、女子少年院が、えー、非虐待体験に関してより深刻であるということが、その中で指摘されております。そこで、共生局では、女子少年の非虐待経験の割合が高いことから、平成25年度から女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プログラムの開発を進め、女子少年院前庁で実施しているところです。このプログラムにおきましては 被害体験によるトラウマが自己イメージの悪さ、内面の不安定さにつながっているとの知見に基づき、自他を尊重する心を育み、より良い人間関係を築くことを目指すアサーショントレーニングと、 呼吸の観察などを通じて、衝動性の低減や自己統制力の向上を目指すマインドフルネスからなる基本プログラムを実施するとともに、個々の問題性に応じて、自傷・接触障害、性問題行動など、特に自己を害する問題行動について改善を目指す特別プログラムを実施しております。ままたた保護者者ととのののの関係や非虐待体験への向き合い方といい方った在院者個々の事情の違いを踏まえつつ 日常的に個別担任による面接指導や課題作文等の中心を中心とした慎重かつ極めてあのきめ細かい働きかけを行っているところでございます矢倉君、はい、あの児童虐待はまさに生き方に影響を及ぼす、そういうことであり、取り組みをしっかりまた進めていきたいというふうに思います。まあ、その上で、えー、この児童虐待というのは親によるものというふうに、えー、言われておます今も区別されておりますが、広くあの、 親以外ににによよるるる虐虐待待、まあ、社会全体による虐待とととももも言っっててていいいのとして私はは一つ児童ボルノがあううふうに思っておりますあの度重なる改正をしてまいりました、しかし、2014年の改正の以降、さらにまた増えている、この状況はやはり諸外国と比べていろいろ言われているところは、いろ、まあ、んな見る側のプライバシーなどとの意見調整の、えー、利益調整の下で日本は規制を考える、まあ、外国とはまた違う部分があって、しかしそれではなくて、やはりこの児童、 そしてその大きくなっていく人生にとって大きな影響を与える虐待というこの重大性に感じて、子どもの保護という観点から、規制のあり方というものもやはり考えなければいけないのではないか、こういうふうに思いますが、最後、森大臣にご意見をいただければというふうに思います。 森法務大臣お時間が過ぎておりますので簡潔にお願いします、はいえー、児童ポルノは児童の権利を著しく侵害しその心身に将来にわたって傷を負わせるものであってそれを放置していくことは決して許されるべきではないと思っております児童ポルノに関する規制については平成11年 議員立法により自動回収、自動ポルノ禁止法が制定されその後も必要に応じて改正がされてまいりましたさらなる規制のあり方についても様々なご意見がございまして現在国会議員の先生方においても議論が行われているものと承知しております法務省としては今後もその推移を注視するとと,ともに適切に対応してまいりたいと思います勝君子どもの保護という観点からぜひ引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございます。